久保さん。今回ね、今世紀最大の発見にしましょうか。今世紀最大の発見。これまあ、僕的になんですけど、まああの、武器なんていらないよって素手でいいんじゃねえかっていうな話だったりあったんですけど、久保さんの。僕はあの、いろいろ勉強していろいろやってきた結果、最初に、最終的に行き着いた結果が、確かに、ロケットランチャーとかね、核兵器とか持ってたら、まあそれは武器としては強力なんですよ。まあ一撃でね、 戦争に勝てるかもしれないです。核兵器持ってたら。ただし、これ素手で、何も武器を持たずに素手で核兵器並みのパワーをね、まあ物理的には難しい、イメージつかないかもしれないですけど、もう素手だけで、まあ人を倒せる。まあど、なんかなんとか術みたいな。まあそっちはイメージつくと思うんですけど、その武器何もいらないみたいな。まあジャッキー・チェンみたいなね。なんかあとは、あ、あの、なんだ。 あれです、ジャッキー・チェンじゃなくて、あの、えー、っと、燃えろ、燃えよ、ほブルース、ブルース、ブルースリーか。ブルースリー、ブルースリーマジやべえんですけど。ブルースリー、ね、めちゃめちゃやばいですよね。いまだにあの、なんか動画とかブルースリーの、あの、なんだ、ブルースリーっすよね。ブルースリー。あの、なんかあの、いまだにその映像が残ってるやつで白黒になるんですけど、 やばいっすね、ブルースリー。本当に神です、あれ。あの映像を見て、なんか白黒の動画が残ってて YouTube に確かアップロードされてるんですけど、めちゃくちゃやばいっすね。で、なんか、しかもなんか、卓球もやってるんですよ、このヌンチャクで。あのヌンチャク卓球まで痺れましたね。異次元だな、みたいな。<laughs> まあ、とりあえずクソ早いし、バーンみたいな。この、これすごいっすね。 みたいな。だから、まあ、あそこになったら、まあ、最強なんじゃないかなっていう。だって、軽いじゃないですか、しかも。荷物いらないんで。だから、裸の王様が実は、あの、裸でも勝てるっていう、服を着ずに、裸が一番最強なんじゃないかなっていう。だから、誰に、うん、なんだろうな。何も気にしない。うーん世、世間一般的な常識にとらわれない、 うん。着飾りを全くしなくても、裸の王様でも勝てるっていう、そこに行き着くのが最強っていうのが僕行き着き、行き着きましたね。うーん。ブルースリーになればいいんじゃないですか。ブルースリーになれるかどうかわからないけど、なんか武器を探すよりから、ぶ、僕はでしょ武器を探し続けるよりかは、な、世界中になんかすごい武器があるんじゃないかって探し続けるよりかは、自分を鍛えてね、 ブルースリーになるの方がかっこいいし最強かなと僕は思いますね。うん。ブルースリーちょっと見てほしいですね。あの、やばいっすね。いってらっしゃい。